皆様おはようございます。いつも無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございます。誕生日プレゼントいただきました。ドイツにお住まいのひろのぶさん、じゅんこさん、いつもありがとうございます。詰め合わせで入ってるよ、箱の中に、みたいなね、感じです。なんかちょうど雨の日でなんか郵便屋さん抱えてたんだけど、しめしめだぜこの辺みたいなね、ちょっとボロボロになってきました。はい、それではね、早速中身を確認してまいりましょう。はい、おーで、こんな、なんかね、付箋が貼ってあって分かりやすいですね、これね。ハンガリー風サラミ中辛、こんな感じ、うまそう。そして、付箋が あった、濡れちゃってんだね、これね。はい、逆か。バウエルン神剣、農家のハムね、うまそうじゃありませんか。いっぱいありますね。これがスペイン風サラミ、こっちが何だったっけ、こちらハンガリー風、こっちはスペイン風サラミだね。こっちはいやちょっと白い感じ、ハンガリーの方はちょっとね、普通みたいでちょっと赤っぽい感じだね。はい、そしてこれは何でしょう。プレッツェル、スナックタイププレッツェルっていうね。なんかこうね、こう売ってますよね、こういうのね、日本でもね。そして最後が、これですね、アーモンドクミン入りのチーズのスナック、うまそうじゃないですか。ナッツ大好きなんですよ、私の場合。はい、そしてお手紙が入っております。ハッピーバースデーカードなんでしょうね。はい、ということで、これつまみに飲んでいくか今日もみたいなね、感じでちょっとずつね、切り分けたりね、取り皿に入れてまいりましょう。いや、じゅんこさん、ひろのぶさん、ありがとうございます。すっごいうまそうじゃない、これやめられないですね、これね。このハム、さらにお菓子、スナック、ありがとうございます。ということで、いろいろね、切り分けてまいりました。ですね、まずこれ、この赤いサラミね、赤いサラミがこれだね。何だっけ、ハンガリー風サラミね。そしてこの普通色したサラミ、これがこっちだね。はい、スペイン風サラミね、こんなすごいでかいみたいなね。はい、そしてこの生ハム系がこれですね。バイウェルン神剣農家のハムね。はい、そして個人的にやっぱこうハムサラミとくればチーズだろうということでね、6P チーズ1個添えさせていただきました。そしてこのね、首飾りのマークみたいなこれね、これがこれですね。プレッツェルですね。はい、そしてこの長細いやつね、この長細いやつ、ズンズクズンズクズン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 、これがこれですね。チーズ、ごま、アーモンド、クミンが入ってるチーズのスナッキーですと。すいません、もう読めないんでね、ドイツ語とかね、付箋貼っていただいてありがとうございます、ジュンコさん。はい、それでは早速いただいてみましょうかと。本日はお休みということでね、はい、スーパーどれ行きますか。ちょっと生ビール洗浄中なんでね、一番絞りは飲めない状態でございます。はい、それでは栓を抜いて、はい、皆さんグラスの準備はできましたか。はい、それでは特訓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 。うまっ、やっぱ休みの日のビールはうまいね。特訓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 、ちょっと暖房キスでちょっとあったかくなってきたから、ちょっと上着脱いちゃうかこれ。はい、それではね、早速いただいてみましょう。個人的にマヨネーズ&ブラウンマスタードですね、添えさせていただきました。ちょっとね、塩バジルきゅうりね、添えさせていただきました。じゃあまずどうしようかな。この普通のサラミじゃないんだよこれね。どれだっけな、これ
何風だっけ、スペイン風サラミですね。これか、これね。うん、それではいただいてみましょう。いただきます。うわ、やっぱ本物のサラミは味が違うね。うん、結構油入ってますね、これね。うん、ちょこっとブラウンマスタードかなんかこうつけて、うん、いただきまーす。間違いなく進みます。いただきます。あー、美味しい。悠長に味わってる場合ではありませんね。もうガンガンいきましょう。ちょっと動画伸びちゃうんだね。で、これが農家の生ハムってやつね。どうだっけ、これか。これね。で、バウエルン神剣ね。こんな感じですよ。で、いただいてみましょう。でけえな。これあたりがいいかな。ヒュー、いただきます。すごい噛み応えがあって、これもうちょっと薄く切ればよかったんだけど、なかなか薄く切るの難しくてね。たまらんね、美味しい。いただきます。ここでスナックがちょっと欲しくなるんじゃないのみたいなね。これがね、チーズ、ごま、アーモンド、クミン入りのチーズのスナック、これですね。いきまーす。マヨネーズかな、最初はそのまま食ってみるか。これ美味しい。なんつったらいいんだろう。よく、おしゃれなレストランかなんかチーズの盛り合わせとか頼むと、なんとなくこうクッキーみたいなあついてるじゃないですか。それのなんか美味しいやつみたいな。これマヨネーズ。いただきます。美味しい。いや、このチーズの味がさ、なんともいいね。チーズクラッカーのなんか複雑な味にしたみたいな感じの、かなりうまいです。で、次がこれだね。なんかアメリカ人のあのラッパーの人が首輪にしてるみたいなね、首輪とかネックレスみたいなね、この模様のこれが、これもうまいな。プレッツェル、スナックタイプじゃないやつがあるのかな、ちょっとわかんないです私も。美味しい。こういうの食べるのはやっぱスナック必要だよね。そしてチーズを少しかじりのね、かじりので塩バジルきゅうりね、まあ塩とバジル振っただけのきゅうりなんだけど、これが口の中洗い流すから、おいしい。たまりません。ぬか漬けきゅうりもあるんだけどね。これ進むわ。いただきます。マジうめえ。で、あと食べてないのはこれだっけ、このちょっと赤いやつね。これがハンガリー風サラミ、中辛って激辛っていうのもあんのかもしれないですね。こんな感じ、見えるぞ。ハンガリー風だよ、さっきのは。こっちがスペイン風だよ。いってみましょう。赤いね、やっぱ比べると全然ね、赤いね。いただきます。でもそんな辛くないね。まあ普段辛いもん結構好きだよね。食べ慣れちゃってるせいか中辛だよね。そんなに辛くはないです。あ、やっぱね、こっちなんだっけ、ハンガリー風だね。やっぱ微妙に味違うね、やっぱね。こっちがハンガリー風だよね。さ、これがスペイン風でしょ、こっちが。美味しい。本物のサラミって美味しいよね。もう噛めば噛むほどさ、なんかお肉の味がっていうのね、これほら血とかさ、あの内臓とかさ、あのコッパの肉とかをさ、
こう腸詰めにして発酵させるわけじゃないですか、サラミって。ほんと奥深い味ですね。いただきます。おいしい。そしてこれだね。いただきます。いやこれ今日ビール何本飲めちゃうんだろうって感じですね。いただきます。幸せだな。ほんと美味しい。この歯ごたえがいいね。歯ごたえと香ばしさ。ほんと美味しい。最高ですね。はい、全部説明し終わったね。ということで、本日の無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、ドイツにお住まいの、ひろのぶさん&純子さん、純子さん&ひろのぶさんから、プレゼント届いたよ。誕生日プレゼントね、サラミ、サラミ生ハム、スナック2種類ね。本当にいつもどうもありがとうございます。それでは失礼いたします。良い一日を。良い一日っていうより良い酔っちゃってる一日だよ今日はみたいなね、感じではないでしょうが、それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。乾杯。持ってかるら好きよあんたが楽園。じゃあね、バイビー。